どうもよろしくお願いします。あでもタマさんね、あの以前あの X の吉木さんと TML の小室さんが大変仲のいいっていうお話をしてたと思うんですが、なんとこのお二人がですね音楽的にも合体ということですね。このあたりお二人から発表してください。合体ということは、はい、一緒になんか曲作って、そうなんですよ。メンバーうちみんなお酒ばっか飲んでるみたいなんですけどやっぱり吉木さん飲んでたりしてて、うん、それで何かやろうかっていう、あ話が盛り上がって、あんまり音楽の話しないんですけど、でもやっぱりちょっとやってみようかな。でもこのプロジェクト V2 という、はい、ね、はい、これは一回きりなんですか。別にそういうふうにはね、あ決めてないで、とりあえずまあやろうっていう、まあとりあえずやろうっていう感じで、ちょっと突然なんですけどもね、できればね今日会場のお客様もだいぶいらっしゃってますんでね、このミュージックステーションでねお二人揃ってその V2 として出ていただくことできないかなと思うんですけど、出てくれるかな番組は違う、いい人じゃないんだから素人じゃないんだからね、よく言うんだ酒場で素人がさまたこの店に来てくれるかなとかでも何も答えませんでいいと思って言わなかったです。やります。まだ今レコーディング中なんですけれども、無事出来上がったら、ただですから、そうですか、ありますよ、はい、あゆしきさんある体大丈夫なの。今なんか咳してました。起きた喪失みたいでして大丈夫なの。あおかげさまで回復に。どうも心配かけてすみませんでした。あれはね過労と風が重なっちゃったわけ。ただのそうです、過労と風です。もう大丈夫ですか。はい、もう回復です。でもなんかフライデーでヌード撮りすぎてて、あー見たあれで風邪しちゃったんです。あれ原因でやらなきゃよかった。今度原宿の北電でなんかやるっつんですけど、これはレコードジャケットの再現っていうやつを、ここにあります今僕。これは裸になって後ろから誰かこう掴んでるわけですか。そうです。これを北電でやるの。寒そうですね。いつ。11月4日雨だったらやらないんですけど。これ宙吊りでしょ。宙吊りですね。何分ぐらい宙吊りになってるわけ。4、5分だと思いますけど。何時頃からやるんですか。夕方だと思います。夕方。あれ、よしき君今日目が青いですよ。今日は青いんですよ。あ、目が外国の人みたい。いや、俺ホコテンの話してたんだよ。あ、そうですね。中断しないよ。じゃあ風、あ、もう、あ、時間がないようでございます、ね、一つ。じゃあ、はい。今、あんぼだけまた言いそうになりましたよ。歌ってくれる。